ルースターズじゃないんですけども、ルースターズの花田さんの、ロックンロールジプシーズっていうアルバムですね。あのジプシーズ結成のきっかけになった花田さんのソロ名義のアルバムがあるんですけど、その中の大好きなね、あの汽車はただ息を過ぎるっていうバラードですね。これも池橋さんのドラムがまたね、抑えた感じでいいんですよね。いきます、花田さんの汽車はただ息を過ぎる、ね。今日もまた夜が来て、お前を染めてゆく。耐えられない思いだけに、俺は縛られる。手に入れた愛はいつか石に変わっていた。繰り返す夜の中に二人埋もれていた。お前は何も言わず遠くを向いたまま、汽車はただ息を過ぎる。雨は止みそうもないのに、繰り返す夜の中に二人埋もれていた。トンネルが蛇のように曲がりくねる。もう戻れない。あの駅で汽車は止まる。雨は止みそうもないのに、思い出に変わるのかい。好きさお前のことが、戸惑いが漂うだけ。雨は上がろうとしてるのに、雨は上がろうとしてるのに、雨は上がろうとしてるのに。あのこの曲をね、花田さんのこの汽車はただ駅を過ぎるっていう曲を聴くとね、
これが出た頃にね、あの吉祥寺で、ね、さつきちゃんっていう女の子とね2人で暮らしてたんですけどもね、それを思い出すんですよね。あの花輪さんのこのアルバムが出てずっとそればっかり聴いてたんですよね。あまりにもいいアルバムでね、いい構成で ねよく聴いてましたね。なんかだからあの CD を聴いてもこうやって弾き語りをしてもね、やっぱそれを思い出すんですよね。なんかね、だからどうだってわけじゃないですけどね、なんかあの曲とその当時の雰囲気とかね、やっぱ結びついてますよね。なんか思い出しちゃいますよね。今頃どうしてるかなとかね思いますけどね、まあ、元気でやってることでしょうね。ということで花輪さんの汽車はただ駅を過ぎるでした。